毎晩毎晩クライアントさんから飲みに誘われ、ついに昨日強烈な二日酔いに遭遇した食事ポンコツ番長、おはようございます。おめでとう。いやじゃないです、本当に10年ぶりぐらいに強烈な二日酔いに遭遇しました。もうあまりにワイワンワイワン飲み歩くのですね、こんなことしてたら真っ暗縁は買えないと物申しました。そして今日もう一度誘うなと言ってあげようと思ってます。はい、私は忙しいと、仕事の邪魔するなとそういうことを平気で物申すタイプです。はい、そんなことしてたら僕の未来は明るくないと本当に二日酔いになってですね、身に染みて痛感したと、こんなことをしてたらダメだと、世の方はどうしてるのかなと、こんな二日酔いになって本当にマジで仕事なんてできたもんじゃないですよ。ということで今日はですね、お盆ということもあって、いや多くの視聴者の方にちょっとトークをまた聞いていただきたいと、すいません、興味ない方はここでもう離脱してください。いや大切なお話をね、僕はね、大阪の西成愛林地区っていうところでね、今はもうセンターっていうのは潰れたんですけど、そっからの日雇い労働者でホームレスからここにたどり着いてます。しかも東京行ってもまたホームレスやってるわけですよ。スコップ持つことの人の賃金の安さについてちょっと物申したいと、ふざけんじゃねえよと世の中って思ってますよ。私はリアルにやってきた方なんで、そこをまあ僕は変えたいと。いいんですいいんです、立派な方が何言ってくれてもいいんです。ですが水出ないと生きていけませんから、その人たちの実態をですね、少しお話ししたいと。ということで、行ってみよう。はい、それではホームレスになった経緯を少しだけ軽くジャブでね、あとは動画、過去の動画で上げてるんで、それ見てください。僕ちょっとたくさん介護してて、時間とかお金とか、とんでもなかったんです。それでいろいろ、こんな性格なんで、何も考えないじゃないですか。行けるところまで行ってやると、行ってやった先が、働く時間もだんだんなくなってきてですね、その日にお金がいるわけですよ。日雇い労働しかないと。そういうことでですね、朝西成にね、日雇い労働で働こうと思うと、4時半か5時にセンターで並ばないと、取られてしまうと。なので、初めの頃は、真面目に4時半とか5時に、西成のセンターに行くんですけど、始発って通ってないんですよ、そんな。なので、自転車でね、大阪の上田から、2、30分かけて、西成のね、センターっていう前に行ってたんです。で、その当時、夜はですね、今でも運営されてますけど、火曜っていうね、飲食店が あるんですよ。そこの店長さんに、求人広告で、来たら 100% 採用って書いてたんで、あ、これは受かると思って。面接行ったら、その日にもう働かせていただきました。それでね、寝るとこないと、家もねえんだと。それは、ここにしてくれって言われて、はい。一応働いてるのに働いてないことになってるような存在で、働いてたんです。で、その後、上田に第3ビルってあるんです。第3ビルとか、扇町公園の前で、仮眠してね、ホームレスしながら、そのまま西成に行って、西成終わったら、お店、ホームレス、西成。お店、ホームレスっていうのを、毎日やってたと。そういうね、やってても、1日、ね、9000円です。で、夜アルバイトして、そっから始まってるんですよ、私。ね、何が言いたいかというと、頭は悪いです、確かに。それは、自業自得です。だから、体を使って稼ごうと思うわけですよ。そしたらですね、スコップ、穴掘り、やってみたらわかります。そんなね、いろんなしんどい仕事ありますよ。僕いっぱいやってきてますから、飛びとかもやってますけど。いやー、スコップほどしんどいものは本当にない。スコップって本当にしんどいんです。しかも、皆さんはご存知ないと思いますけど、ビルを建てようと思うと、穴を掘ってね、すごい深い基礎を作らないと、ビルは建たないんです。そこにね、焼いた口って言って、こう穴掘ったら土が、もう崩壊してきますから、ならないようにするんですけど、それの作業があるんですよ。土木作業で焼いたっていうのがね。そんな仕事なんて、クソしんどいですよ。本当にもうこの時期だったら、もう普通の人は、1日とかじゃなくて、もう足ももう粘土土で、もう本当に前にも行けないし、それで作業するんですよ。そんな作業員の給料がですよ。ブローカーがいてることで、9000円、9000円あったらいい方です。ない人もいてるんですよ。こういうのが現実です。はい。建設業に携わっておられない方も見ていただいているのかなと思いますので、建設業の常識をお話ししておきます。現状ね。ほとんどの、大体建設業っていうお仕事はですね、ゼネコンさんとかスーパーゼネコンさん、元請けさんですね、がいてて、1次業者、2次業者、3次業者、一応法律上ではここまでになってますが、4次業者、5次業者、6次業者とかで仕事してるんですよ。要するに、ピーハレ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 、ばっかりしてるんです。自分ところで、
経営者の方が人を雇えないから、雇えない理由は僕のように3年先まで仕事とか取れないんですよ。要するにそんなに技術もないから、他と比較して何するかっていうと価格競争して談合とかして出来レースで仕事取るしか、はっきり言って僕から言わせればノウハウ持ってないんですよ。みんなと一緒っていうこと、どんぐりの背比べですよ。あっちが安くするから下くくりますよとか言ってる経営者の方がこんなんしてるんですよ。で、その人たち何してるかっていうと、ピンハネばっかりして働いてる人からね、わー抜けるだけ抜いて、そのお金で美味しいもん食べたりビル建てたりしてるんです。これが現状です。昨日ね、あの僕、ライジンの社長、榊原さんが、なんか名前忘れたけど、コメントを見たんですよ。いや、戦ってる選手がね、一番潤わないと、あの、その人たちにファイトマネーをたくさんあげると言ってました。建設業界もそうなれ。働く人間が一番潤わないとね、そんなのね、会社なんて数集めたら、少しずつ利益上げていったら、それなりに会社は運営できますよ。でね、そういう人たちも継続するし、新しい人も入ってくるのにね、自分たちばっかりいい思いしてね、自分がいい値段でお金で仕事取れないから、もう働いてる人に少なく払って会社の利益を上げてることが大半です。残念ながらそういう世の中を作ってるのは私たち大人です。歴史からずっとそうなんですよ。お城建てた人も、お城建てたのはなんとか将軍とか言いますけど、建てたのは、あそこに岩持っていったのはその将軍ではないことは間違いないです。だから建てたのはビルもそうですけど、僕たち職人が建ててるんです。そういうことなんですよ。そこが実態です。それを踏まえてこの後のお話聞いてください。はい、確かにね、IT とか、すごいですよ。5G になって、とても便利になってます。それは素晴らしい、開発してる方も素晴らしいと思います。ですが、そのアンテナを作るには、また基礎を作って、アンテナを作るって、そんなのしないといけないんですよ。僕たちのような職人さんが、世界各国でですね、そういう工事をしてるわけです。誰もそんな話題はしないと。つい最近、熊本で大洪水があったと、自衛隊が称賛だなんとかっていろいろニュースになります。その後の工事、すべて、まずは土木作業からです。穴掘って、重機が入るところはいいんですよ。入らないところばっかりなんです。だから、手で掘らないといけないんですよ。そんな人が1日9000円、8000円って、ね、なおかつ、どんなご飯食べてるかっていうと、大きいゼネコンになると、こんな、300円、400円の冷たい日や濃い飯をね、食べると。で、土木作業員なんか、水道水、氷入れて、ジュースも買えないから、水道水飲むんですよ。どう思います?なんでそうなってるかっていうと、本当にダサい大人が、ピーハネばっかりするからですよ。ね、半分ぐらいにしときゃええのに、取れるだけ取って、ね、やっているっていうような大人が、ニュースとかに出て、脳書きばっかり言ってると。誰が、いや、水が出てるおかげで、このご時世生きていけるとか、で、歩きやすい舗装の道路があるから、誰も言わないんです。ね、それでスーパーカー乗り回すんでしょ。いや、道がなかったら走れねえから、はっきり言って。道路舗装ってね、僕舗装屋ですから。そうならね、この夏のアスファルトの合材っていうのがダンプカーで来るんですよ。それスコップでね、狭いところやるんですよ。何百度ってある温度ね。そらもう熱中症になりますよ。でも熱中症だったからって言ってやめれないんですよ、人がいないから。そんな過酷な中で働いても9000円です。そんなところにね、若い子が来るわけもなく、そらそうですよね。そして今、騒ぎ出して、若い子が働くとこないと、外国から人引っ張ってきて、また安い賃金で仕組み作って、なんかもう、国に協力してるみたいなことをね、いろんな人が言ってると、ふざけんな、てめえらっていつも思ってますよ。面と向かっても言うしね。そんなクソ安い給料で働くなら、お前、スコップ持てって。そういう人が言うんならいいんですよ。スコップも持ったことない人間がね、脳書きばっかり言って、そんな世の中で、ね、つまんないです、はっきり言って。だから私が、もう YouTube とかで公開してですね、どんどんバッシングを浴びながら、いや、まあ、あの、生きてるかどうかもわかんないんですけど、いや、いいんですよ。この、言ってることは残りますから。いや、戦っていくと。結果はね、わからないですけども、できる限り結果を補ってね、せめて、僕が大きくなってですね、小さいゼネコンから始めますけど、ね、元請けになって、いや、潤わすと、そして、いろんなビジネスの仕組みを作って、いろんな人に、まあ、たくさん儲けていっていただいてですね、そういう道を作るのが、私の役目だなと。やっぱりやってきたんで、私は。ね、やってきてなくて、あの、脳書き言うんだったら、100歩譲って、あれですけど、僕はホームレスから、
ね、何回も這い上がって、成り上がりでやってきてるんです。自分で現場で交渉してですね、自分で仕事取って、仕事作業しながら営業もしてやってるんですよ。なので言わせてください。ふざけんな大人。てめえたちのような人間のブローカーみたいには、クソ、死んでもなるかっていうね、意気込みで、現場で会えばですね、お前らスコップ持てと。そこで初めて同じ土俵ですよ。人が困ってて、ね、水が出なくて、震災あったら、みんなでスコップ持ちゃええのに、また上から目線で、やる、クソな大人、そういう連中が一人でも減らすためには、やっぱり物申していかないといけないと、私は思って、今後とも、毎週物申していきたいと、生きてることを願ってください。ということで、今日は現状をお話しさせていただきました。多くの方が、そういう方を少し考えていただき、道で会えば、言葉なくてもいいです。あ、頑張ってはるなと、そういう思いで見てあげてください。ということで、今日はこの辺でまた明日、バイバイ。Can you tell me where you want to